はい、皆様おはようございます。本日はですね、プリー東京に来ておりまして、抜き打ちバッグの中身チェックをさせていただきます。今日登場するのはダラン、リサちゃんと A ちゃんとナミちゃんになっております。さあ、誰からいきますか？結構大丈夫そう、はい、あ、けっ、わ、なんか自信あるみたいで自信あるみたいで、じゃああっちでやろうかな。はい、ということでチェックしてまいります。はい、みんなドキドキ緊張して登場です登場でございます。みんな、なんか何をやらされるのか聞かされてなくって、おお、なんか結構軽装な感じで子供いるのに、はなちゃんの検診行ってき、耳鼻科検診行ってきたのに軽装よろしくお願いします。一時のママでございます、はい、出していこうか、並べようか、緊張しますね楽しい、めっちゃ楽しい。え、かわいい、この水筒、ね、私カバンがいつも小さいので、すごいちっちゃい水筒なんですけど、これで足りる？足してる？これを何回も足して、なるほどね、一応、なるほど、でもこんなちっちゃいのなので、アグムで止めてる仕置きなこねじり、あ、渋い渋い、うちのハクさん、うちの息子が好きそうな、ちょっと待ってください。かわいい、おな、お財布、わかる、私もこういう、あれにしてるマスク、ちょっと今、お席が出てて、てか、よく入るね、このバッグ。結構入るんですよ、意外と、ね、うん、ちっちゃくの？ちっちゃいんです、軽くて、すごい、こんなコンパクトのあるの？合わせて買うみたいな感じですね。なるほどね、かなり小さいので、待って、こうだよ、日傘、これどんな大きさになる？広げて、普通の大きさですよ、これ、でもあれなんですよ、あの雨と晴れの日でも両方いけるやつ？両方いけるやつ、え、めっちゃ欲しい。それどこに売ってる？あ、ほんと、欲しい、これも見て、基本もバッグベースで、ね、いや、待って、私さ、水筒多分こんなんなのよ、あ、セーフ、いつ使うのこれ？これは、うん、駅で、あの電車待っている時とか、え、なんかセレブ、わかんないけどセンスってなかなか、やってます、やってます、あ日本舞踊の感じですか？かわいいね、え、めっちゃ面白いじゃん、めっちゃ面白いじゃん、これ何？あ、これエコバッグです。あ、ちっちゃっちっちゃっ待って、はい、マジで、え、ちょっと一旦広げる、広げる、本当だ。じゃあ夜買い物にそのまま行ってこれを使って買って帰るみたいな、うん、なるほどね、へえ、はい、かわいいでございます。入ります、ね、うん、これバッグ何？これはビボタン、ビボタン、ビボタンっていうバッグのメーカーの、ビゴタ、ビゴタっていうんだ、めっちゃいいね、かわいい。でもこのちっちゃいバッグにこれだけ入ってると思う、すごくない？うん、パンパンにバッグに合わせて、うんうん、ってるって感じ、バッグに合わせて、バッグに合わせて買っちゃう、なるほどね、傘とか。え、でも私日傘今回探してるんだけど、なんかいいですよね、超いいね、こんなにちっちゃいのがあるのとは知らなかった、という感じでした。なみちゃん突撃ありがとうございました。じゃあ次 A ちゃん行きましょうか。 A ちゃんかわいいね、そのトップス何？これ何？ どこのトップスなの？カム？へえ、こことこことこことここに線がついてんの？線っていうか紐？
紐がここから全部こう下のブラじゃないっしょ、これこれオールインワンなのでパッと中入ってて、ついてんだ。でも一体どこから頭を出せばみたいな感じにはならない、ならない意外にもならない感じでした。私だったらもうなんかクシャってなりそうだけど、はい。 A さんのバッグはエコバッグ、こっちごよっかな。これプリューの、そうです、なんだっけ、ノベルティのやつだ。カスカスでございます。多分床とかにガサガサ置いてるんではなかろうかというか、いや A ちゃんの楽しみなんだけどな。うん、タオル、タオル、いいね、暑いからね、はい、汗っかきの、はい、汗っかきタオル、あとこれ、あドラフル、これこれ結構重要でさ、私え必ずあのコーナー、今日口内できやすいタイプ、えちゃん。できます。できるよね。はい、私もひどくて、いつも口内炎で悩まされてるんだけど、うん、ね、うん。疲れてくると全部口の中に出るタイプ。わかる、わかる。今もいるもん。上あご剥がれちゃうか。あ、ベロってね。わかる。大事。メイク道具、メイク道具。何持ってるの？あ、同じようなものが。あれじゃん。グロス、白いグロスじゃない？これを顔に塗りたくるのに最近ハマってて。どういうこと？ハイライトも全部これです。グロスで、どんなんだっけ、普通にグロスじゃなかったっけ、普通取れてなかっただよね。はい、もうこれをここにパチパチパチってつけて、パチパチパチだとパチパチパチだとグロスを、あ、でつけて、で、なんかうるっとした感じにするってことね。このつけるのが私は苦手なので、確かに全部こういうぬめり系で、確かにツヤツヤだしね。ツヤツヤ、なるほどね。これをハイライトに使うといいんだって。品番はこれです。見えないね。002番、グロスピュア002番。あとはキラキラ系とかですかね。そうです、キラキラ系。結構黄色系、オレンジ系とかが多いね。夏ですし、ね、こんな感じ。こんな感じです。これみんな持ってますね。あ、みんなも、私もこれに入れてるよ。コンタクト、はい、コンタクトとか、やっぱピルケースに、ピルポーチ？ちょうど。わかる。いい、私も全く同じようなセットで持ってる。うん。コンタクトっていうやつですね。えちゃん、コンタクトなんで持ち歩いてるの？コンタクトはなんでですかね。急なお泊まり？急なお泊まりある感じある感じですね。だっていやらしい、だって歯ブラシまで持ち歩いちゃってなんで私これで結構どこまででも いけるいけるね、確かに。あとはこれも、あー大好きよこれ、みんな大好き、みんな大好き。リップケース、はい、中身はリップ、リップとリップクリーム2個入るよね。リップクリームかな、リップとリップと、あとは、うん、絆創膏。絆創膏。いろんなところに散りばめて。これは、ラップキンケ。あ、ラップキンケ。それ大事大事。可愛くない、このバッグ。バッグっていうか。ベトナムかどっかのお土産。刺繍。そのファンファンってなってる表面のやつ。もうデザインってことだよね。ナプキンが飛び出てるかと一緒。本当に違いますね。可愛い。見て。なんか繊細なあれで超かわいい刺繍、こういうのお土産でもらうといいよね。ポーチ系嬉しいですね。ねえ、その外についてるのは、これはプリーのやつ、プリーのキーチェーンとムーキーチェーンと宇宙飛行士です。かわいい、こういうちっちゃいのがかわいいんだよな。みんななんかマスコットついてたりとかさ宇宙です。あ、ここが宇宙というテーマでやらせていただいておりますか、はい、ありがとうございます。これはこれかわいいね、鍵ケース。ヘンダースキーマのやつだ。ヘンダースキーマのここに鍵ちゃんって入れるようになってるんだね。そうです、全部引っかかるように引っ掛けて入れるように、コンパクトになってジャラジャラしないし、かわいいね。宇宙と宇宙だ、全部いい感じに、いい感じに宇宙です。本当だ、宇宙が作られてる感じで、いやもうなんかいろんな習性がわかりますねみんなの面白すぎる。何それ、かわいいんだけど。イエーイ、カメラ、カメラ対カメラ、
カメラ VS カメラ、え、後ろ弱いですけどね、この性能。何それ、何用なの？これ私高校生の頃から持ってる、いい感じになんかあのわーってなるやつ、デジカメ？デジカメで超かわいい、レトロ。え、ビデオ撮れんの？そうです、これ今ビデオが撮れてます。ビデオも撮れて、画質が昔っぽいってこと？でも、うん、そんな言ってって感じですけどね。まあでもえいちゃん高校生だったらまだ10年ちょいぐらいだよね。懐かしい、私の高校生の写真をじゃあ、え、見たい見たい見たい。そう、これ大学生ですね、これは。ちょっと待ってちょっと待って、なんか若い気もするけど、でも変わってないわ。一応若いんです、あ、一応若いんです、ね、変わってないわ。それこう制服着てる私が見たい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 。 A ちゃんのさ、ちっちゃい頃めっちゃ可愛いよね。ちっちゃい頃めっちゃ可愛いですよ。 あれもまたなんかもう日本の子じゃないよ、ね、謎の母との通称、母なの？パン作りの、ちょっとえ、お母さんも可愛いね。母もちょっと濃い系ですね、うん、濃い系、沖縄出身、はい、可愛い。この制服リボンがちょんってついて、ここは夏セーラー、うん、冬ブレザーっていうすごいラッキーな、両方楽しめるんだ。るうちはもう両方セーラーセーラーだったな。あ、こういう不機嫌そうな顔の、本当だ、ちょっと待って、でも変わってないな、えちゃん。そんなに変わってない。でもやっぱり幼い感じする。こんな時代もあったんですね。続きまして、から、何それは？アイスのごめん、またたい焼きみたいな食べてるんでしょ、このなんか和みたいなやつ。モナカのだよね。A ちゃんさ、韓国行った時もさ、毎日のようにさ、たい焼きもなかがさ、幸せそうに食べるのよ、またこの人がもう。はい、たい焼きか分かんないけど、絶対和風のやつ。抹茶味、抹茶味だよね、これね。あ、お金お金お金来たよ。何これ、ドラゴン。え、メインの際はこれですね。メインの際はこれですね。絶対に小銭なんか入らないタイプ、入んないよね、うん、やつなので、小銭は全部これ、こっちにね。でもそれってなんか分ける理由とかあるの、この小銭と財布を？ないです。これを使いたいがためにこっちも一緒に持ち歩いてるみたいな。本当はこれでここに小銭刺してたんですけど、限度があるねっていう。ってなってこの子がなんか人の顔をしたような、これは何のキャラクターでしょうか。すごい、何ですかね、すっごいなんか女性みたいなこれはクライムタイガーで、今年辰年ですよね。本当、うちの弟だ。で、なんかタイガー、タイガーじゃないや、ドラゴン出て、引きされてたので、ちょうどいいと思って買った、ジップロック。ああ、なるほど、なんかお母さんみたいな顔してる優しい、優しそうなしてますよね。してますね。以上ですか、本当に、本当に以上かな。最近、店で出てきてもらった、あ、ホーグネイルオイル大好きだよ、これ。私もいつもめちゃめちゃいい香り、ね、香りもいいしね。イヤホンという A ちゃん一式でした。嘘偽りのないバッグの中身でした。ありがとう。意外と普通になった。バイバイはい、ではよろしくお願いいたします。さあ、優雅な音楽の中、リサ様が登場されました。リサ様の、って言っても別にリュックとかそういう大げさな感じではなく、そうですね、このコートと UAE のシルバーコートになっています。あれ、スタンレーのそれ何？スタバのコラボのやつです。これあのなんだっけ、アメリカだとさ、このスタバのコラボのやつ、とんでもない人数並んでて、でも、もっとすっごいでっかい、なんか、はい、ドピンクの、日本人とかあんまり選ばなそうな感じだったんだけど、日本バージョンなのかな。結構淡い色です ね。春に買ったので桜色みたいな感じで、
そういうコラボだったんだ。なるほど。ストーンっていっぱい飲めません？あ、そう。その多分アイさんがおっしゃってるのも。そうなの。そうなの。私もなんか普通に蓋するやつだと飲まないけど、ストローだと意識して飲むようになって、なんか体調良くなるよね。ストローにするとね。あのもう今日1日いっぱい飲めそうな感じ、すでにいっぱい飲んでいます。これユエリーヌの。ユエリーヌの。可愛いバッグ。ね、これ可愛いよね。結構何でも入るよね。はい、割と今日いっぱい入ってますね。確かに。さあ何がパンパン。あれナミちゃんと一緒じゃない？あ、一緒です。マネジェラの、ね、私もこれ昔水色持ってた。あ、本当ですか？可愛い色じゃなかったんだけど、待って、これ何？金運上がるみたいな夜間ついてるけど。夜間のこれお守り。え、可愛い。何？あの赤坂の方の神社で買いました。赤坂氷川神社。氷川神社、そこは縁結びとかだったんですけど、このお守りの由来がなんか夜間って湯を沸かすっていう意味があるじゃないですか。湯を沸かすじゃないですか、うんうん、でなんか幸福を沸かす、うん、へえ、なおかつこの夜間であの人にこう分け与えれるみたいな。あー、なるほどね。いい音してるじゃないですか。金色の、はい、一癖出ましたよ。あ、なんかあのその年季の入ったのは何でしょうか。あ、すごいこういうの。あの、うん、大学生の時に韓国で買ったやつですね。韓国だね、本当だ。なんかさ、そういうお土産系いいよね。はい、ずっと持ってます。これは何入れてる？イヤホンですね。あ、イヤホンケース、はい、確かにね、そういうちっちゃいのってなかなかないもんね、はい、と、ユエリーの、うんうん、みんなこれにいろいろ入れてるよ、はいてね、ちょっとだけなんか年季入っちゃってますかこれ。ちょっと近くで見ると割と洗おう洗おう。そうですね、そろそろ洗った方が良さそうな。お伊勢さんの何ですか？知らない。清められます。何を？後ほど愛さんに。あ、いいんですか？振りかけてほしい。ちょっとなんかこう周りが滞ってるじゃないですか。知らない、そんな感じしたことない。あの、滞ってるなって時はもう、うん、一目はばからず私は怖い。この野郎ってなんか退治してるらしいですよ。受ける受ける受ける。これでも何の効果もないか。あ、効果はある、もちろんあると思う。もちろん効果はあると信じてはいるんですけど、はい、でもすごい、うん、邪気を退散する感じ で、はい、でね、リフレッシュできます。リフレッシュ、あ、香りもある感じで、なんかこうローズマリーとか。うーん、なるほどね。でもそういう匂いがするのはいいですよね。いいですよね。結構使ってる感じで、はい、うん、しっかりなくなってくる感じで、ね、振りまくってますこのね、リップ類なんか可愛いね。これブリステックス、なんだっけこれ、どこのやつだっけ。よくある、あ、はい、ね、薬局とかに、薬局とかにあるの。可愛い色付きではないやつ、はい、これウォーターメロンの香りですね。ただスリーのグロス。何？スリーのグロスです。黄色。黄色。私これ持ってないかも。可愛いね。うん。可愛い。ヌエスですね。ヌエスさんを一緒に重ねてます。これ何？ペンシルアイライナー、ね。ワンモアペンシル。韓国の。リップシェイプ。え、でもペンシルアイライナーなの？あ、ごめんなさい。リップペンシル。リップペンシルだ。でもやっぱりりさちゃんもこういうさ、ちょっとこういう感じの色が好きなのね。オレンジ好きですね。オレンジ。これは何色？これヌエスです。あ、ヌエスか。でも確かにちょっとオレンジ系が全部、ね、柔らかいオレンジ系が好きな感じですね、はいはい、この中に入ってるものが今の感じですか？はい、そうです、はい、すぐ取り出せる用の、うんうんうん、ものたちここに入ってるそうです、はい、で こちらこれ何のトート？これは、あの、光る宇多田の。かわいい。だってめっちゃファンなんだっけ、宇多田ヒカルさん。その中には、その中には、もうガシャッと、はい、ガシャッと出していただいて、アナログでして、あ、ここにもユーリーニ、ユーリーニのステッカーのところに、はい、私の、あ、手帳なのね、本かと思った。手帳です。中身はちょっと見せようかな。今日の日記とか書いてある？
なんかあの、本読んでて分からなかった言葉とかを書いてます。そうなんだ、はい、日記とかは書いてないです。リサちゃんって手帳派なんだね。これ何、これ、これは、うん、あのチケットですね。あ、チケットなの、あのかわいいチケットじゃない。吉田ユニさん、ゆかさんと一緒に行ったんですよ。はい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 、天井を見に行った時、かわいかった。髪型ですぐ坂のパルコでやってて、よくね、あの渡辺直美さんのあれとかもよくやってるよね。かわいい。のチケットです。なるほど、ちゃんと撮ってるタイプだ、リサちゃん。ね、え、手帳にはなんかやっぱりあれなの、何、予定とかを入れてる感じ。そうですね、基本的には予定だ。気になるね。あの、もういろんな、こいつ殺したいみたいな。デスノート。デスノートではない。ではない。はい、ではなかった。結構、でも昔はいろいろ書いてたかもしれないです。育児でなんか思ったこと。なるほどね。最近、まあ、思ったことは常にあるんですけど。っていうかさ、なんか書いとけばよかったって思うよね。なんか子供が見た時もさ、こんな大変な時があったんだとかさ、まるで何もしてないから私。読みたい本です。そうです。はい。なんか最近雨。何さんも持ってたんですか。あ、ファンターじゃん。ちっちゃいのね。結構ちっちゃいですね。なんかこんなサイズあるのね。なんかアメリカだと本当にこういうコンパクトで性能のいいのってないからさ、ちっちゃければちっちゃいほど壊れるのが早いみたいな。だから結構大きいのをこそっと入れちゃったり出るけど、ハンターだと確かに強そう。結構しっかり。ただ日傘ではなく、うん、雨傘。雨傘。なるほどね。何？防災ポーチ。常に、はい、ピーってなるやつもしかして。あ、はい、笛と、あ、うん、ライトとか、中には簡易トイレだったりとか。ねえ、偉いんだけど、はい、これ実は家族全員分持ってんの。あ、はい、あの出かけるときは。これどちら様でしょうか。モコロンです。モコロン、何、何、どこの小田急線のキャラクター。はい、キャラクターで。息子好きだもんね。あ、そうなんですよ。息子が虎徹なので、虎徹だよね。電車アイテムはかわいい。 いや、こういうのが出てくるんじゃないかっていうプルースタッフからのリサさんとか多分電車とか出てくると思いますみたいな。いました、ここに。電車アイテム出てきました。ロマンス界のモコロンかわいいんですよ。モコロンかわいいんだ。確かになんか初めて見た。ふわふわしてて、キャラクター的に防災ポーチは常に持っています。えらい。なんかあの、あ、私カーラジオで聞いたんですけど、エレベーターにもし閉じ込められた時でも大丈夫な内容にしておくといい、うん、あ、この中がらしいです。エレベーターで移動中に地震が来て止まってしまったりとか。なるほどね。でトイレだったりとか、あとはあの、確かに4年ぐらい日持ちする羊羹とか。え、それはこのセットで買えるの？あ、いや、それとも自分で作ったの？なので中身は本当に、あの、なんていうんですか、分からないなりに準備したっていう感じなんですけど。え、保存用だって。ちょっとみんなこれもう、これアルミのブランケットシート。寒いとね。あとは雨をしのげたりとか、と携帯用のミニトイレね。いや、そうだよ。そうなんだ。災害がなかなかちょっとやっぱり日本だとですね、怖いよね。なんか頻繁だもんね、あれがね。と、これは袋ですね。何かいての袋、除菌シートと、うん、あとはコポーソンのマスク、うん、これってでも息子も同じセットを持って学校にも持ってってるって感じ。学校にも持っていってます。でもこれだけコンパクトだったらいいよね。あ、そうです ね別に何の支障にもならないもんね、はい、絆創膏とね、とライトね。結構100円ショップでも売ってます、この辺は。へえ。あの、夫が単身赴任なんですけど、この間停電したって言ってて、雨で、うんうん、で、これ持たせてたんで、ライト入ってるよって、まあ、もちろん携帯もライトあるんですけど、あ、確かに消耗してしまうので、ね、充電ね、ライト入ってるよっていうふうに言えたので、うん、勉強になるわ。え、他にもなんかでかくない？まだあるんだけど。まだなんかまだ全然ゴツゴツした。あとハンドクリーム、ハンドクリームね。それも持ち歩いている。靴どういう、なんでなんでどこ行くのこれ。これ多分なんか B さんなんですよ。あ、 B さんなのね。ちょっと今日ヒールがある靴履いてるので、 B さんを。なるほど、履き替えるように。確かにね。何、 B さんは普通の B さんですか。 B さんはティキーズ、だいぶちょっと履き替えてる。はい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 、はい、私も持ってる。
なんかあの遠くから映してほしそうな感じですね。いやでも全然ボロボロではない。私のとかやばかった、もっと。意外と歩きやすいよね、この線が細くてもね。あと街で履ける B さんって感じ。あ、わかるわかるわかる。少しレザーっぽくてね。はい。からのスカーフ、泥棒スタイルで、マチコ巻きで、めっちゃ面白いじゃん。めっちゃ面白いじゃん。ねえ、気取らない、気取らないこのさ、中のさ、これを毎日持ち歩いてるママよ、ママ。なんかナミちゃんはできるだけ全部をコンパクトにして、 でもいっぱい持ち歩きたいんだけどちっちゃいのにやってる。リサちゃんはそんなの関係ねえ、全部持ち歩いてやる。でもこういうのとかもさ、まさかここに防災グッズが入ってると思わないからさ、勉強になる、本当に。なるほどね、これ私も買おうと思った。この辺は、うん、あのもう今手頃で、手軽に手に入るので、うんうん、なるほど、ありがとうございました。リサちゃんでした。こんばんは。すっかり夜も更けてまいりましたが、もう一人今バイトでねやってくれてるあゆちゃんという子がいまして、番外編おまけ編で出てもらうことになりました。あゆちゃんです。かわいい。じゃあ早速見せていただきましょうか。一児のママ一児のママ3歳の息子がおります。はい、ラストフレームじゃん。そうです。あ、私ちっちゃいの持ってた、それの大きいバージョンだ。そうなんです。めっちゃ使いやすそう。ギンギラギンになっちゃったけど、いいじゃん、私いつもギンギラギンだよ。あ、出た出た、日傘ですね。出た出た、みんなやっぱ日傘持ってるね。ポケモンの日傘。え、見して、うちの息子が喜びそうです。開いてもいいですか。開いて、どこで買ったの。ポケモンセンターです。え、買いに行こうかな、ね、え、見てください、この夢が広がる。ちょっと待って、それがなくていい。かわいい、自分にしか見えないこの、確かに、ポケモンたち。だってポケモンセンターでも結構ちっちゃくてさ、良さそうだよね。ね、あ、お財布ですね。コンパクトな感じで入れられてる感じで、現金は1000円、現金は1000円で生活しております。からの、え、何これ、何、コホイップちゃんって誰。どちら様。初めてお目にかかりました、ホイップちゃん。子供が、うん、食べたポケモンパンから出てきたシールです。で、この子自体は何、これ自体は、それはイヤホン。あ、イヤホンね。携帯充電器、スマホ、ゴミですね。あ、ゴミ、ゴミ、わかる、こうならあとゴミですね、だね。このあれあれ、あの後ろにさ、挟めるカードが挟めるようになってるの。挟んでます。うん、この近所の、あのスイカみたいな、ご近所の子供にもらった似顔絵が、え、見たい、かわいい。あゆちゃんって癒されません、あゆちゃん、超かわいい。え、なんで、なんか一緒に遊んだりとかして。遊んでます。何歳その子は。今小1で。小1か、これくれた時が幼稚園児ぐらいで、ちゃんと髪黄色くしてくれて、本当だ、金髪だから。だ、あ、今ちょっと暗くしたけどね。さすがに麻雀は入ってなかった。入ってない。それバラしてもいいの。大丈夫、大丈夫、プロなんだよね。もっとですね、もっと、もっと、もっと麻雀プロだって信じられる。あゆちゃんです。初登場だよね、多分ね。めっちゃ初です。ね、なんかもともとお客さんで来てくれて、で、あのスカウトして、プルイで働かないかとスカウトしまして、で来てくれてるんだけど、結構長くなるよね、もうね。もう秋で1年ぐらいね。で、去年のだからメイクイベントに、1年前のメイクイベントに来てくれてからって感じだもんね。そうなんです、そうなんです。皆様お尻置きを。お尻置きを。あゆちゃんでした。かわいいね、これ全部ね。なんか癒されるグッズだった、意外にも。なんかもっととんでもねえもの出てくるかと思ったら、古いにはこれを持って、少なめの荷物で登場しているそうです。はい、ということでありがとうございました。